運転校周辺の空中写真。南北に続く細長い海峡部、西岸情報に見える車道と接続する小規模な港湾施設が運転校である。左が沖縄本島の本部半島。右が八賀寺島。上方の概要は東シナ海。下方が内海の羽地内海である。1977年撮影の11枚を合成作成。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成運転校は沖縄県国上群楽神村にある重要港湾である対岸の名護市の矢賀寺島にまたがる羽地内海一帯の小さな港区も含んでいる港湾管理者は沖縄県沖縄本島北部の本部半島では本部港と並んで主要な港だが 重要港湾に指定されているのはこの港だけである。源のためとも工場陸の後北緯26度40分57.2秒統計128度、例分け13.3秒。北緯26.682556度統計128.003694度。26.682556128.003694。源ためともが、 伊豆大島から逃れてくる最中に、暴風雨に遭い、運を天に任せてたどり着いた地だとする伝説がある。これが地名の由来であるという説もあり、港には上陸の石踏みが立っている。琉球王府時代、北山の中心だった泣き神町があったことから行政の要所だった。十七世紀に薩摩軍が琉球侵攻した際、沖縄本島への第一歩を踏み入れたのは、 当港だったと言われている。以来、薩摩との航路として利用されたという。第二次世界大戦前は、奄美群島や近隣離島との流通の中心地として、農作物等を取り扱ったほか、日本本土向けの国島の積み出し港として栄えた。戦時中には、旧日本海軍の特殊戦航艇,艇基地が置かれていたが、空爆によって壊滅し、米軍部隊の上陸を許した。 戦後、推進5メートル、1000トン級の船舶が利用できる岩壁が建設された。1972年の本土復帰とともに、沖縄県を管理者とする重要公湾として指定された。また、1975年に開催された沖縄国際海洋博覧会会場の建設資材、搬入及び、 来客輸送のための港湾として位置づけられたことから、1万トン級の船舶が利用できるが安が整備された。この際、東港の近隣にあり、沖縄本島海域では、唯一の天然の被判地である、羽地内海も合わせて整備され、台風などの大しけの際には、付近を航行する船舶が、避難目的として利用するようになった。1988年には、伊是名航路が、 1990年には、イフア航路が、運航効率の良さ等から、本島側の発着港をそれぞれ本部港から移した。旅客施設として、両村の切符売り場のほか、喫茶及び売店と、椅子及び畳敷きの待合室が備えられている。イゼナ村営フェリー、ニューイゼナヤガジ島沖近林離島へのフェリー航路が、就航している。いずれも、 離島側の自治体が運営しており、母校もそちらにあるが、公転時には運転校に避難する。かつての就航地運転校もよりバス停の運転校より、ヤンバル急行バス空港線が運行されている。道路線は、ヤンバル急行バスが2013年より、那覇市内と泣き人館を沖縄自動車道経由で運行しており、フェリーの発着する時間帯には校内に乗り入れている。 かつて乗り入れていた路線バスは2002年に廃止されており、約10年ぶりに公共交通機関による接続が復活した。ありがとうございます。